とラケットをお借りして、はい、今から教わっていきたいなと思うんですけれども、よろしくお願いします。お願いします。まずこうやってまっすぐ出してもらって、包丁握るように持つんですけど、包丁俺どうやって握ってって包丁握らない握るこの握りが大体上で使う動作になるんですけど、まっすぐ面が当たるようにする。はい、でバックハンドがですね、親指を平らなところの上にそのまま乗っけてもらって、はい、こういう形ですね、うん、こう、はい、こういう形でそのまままっすぐ弾き出すっていうのがバックハンド、うん、大体ここのレシーブとか結構使うんですけど、はい、遠くなっこっちに遠くなった時にフォア瞬時に持ち替えて、ここ持ち帰るんですか。はい、瞬時になんかもうあーってなる。あん、あん、そんな感じするけど、落とすこともあるんですか。自分たちになるとちょっともうほとんど、さすがにない。さすが失礼な質問だよ。いや本質じゃない。舐めてるよ本当に。なるほど。いやでもこれぐらいだったら僕らでもできるでしょ。できるか。さすがにできるでしょ。おい。おい、ああ当たっちゃう。余裕でついちゃう。すごい。なるほど。すごい。これをすごい。いやでもできちゃうんじゃない？こうね。運動神経いいじゃん、カイト君。ああ、激しい。ほら。まあ。こんなもんですよ。こんなもんですよ。